アメリカがペロシ下院議長の台湾訪問に際して岩国基地に F-22 戦闘機と F-35A 戦闘機を一時的にに大量に配備しているとの情報をキャッチしました。今回はこのアメリカペロシ下院議長の訪台にその中身を詳しく見ていきますね。中国は国内の問題から解決すればいいのに、あちこちに手を出すと痛い目に遭うよね。2022年6月、山口県の在日アメリカ軍海兵隊の岩国基地には、同部隊が通常配備している F-A18 スーパーホーネットや F-35 ライトニング 2B 型といった戦闘機に加えて、アメリカ空軍から複数の戦闘機が一時的に派遣されていた。これらはハワイ州やアラスカ州に配備されているアメリカ空軍の F-22 ラプターや F-35 ライトニング 2A 型で、その数合計で30機に及び、アメリカ軍の誇る、いわゆる第5世代戦闘機が、かつてない規模で日本に参集した状況であった。こういて、岩国基地に戦闘機をアメリカ軍が集めた理由は、これらの戦闘機たちを6月末に日本と中国との中間線付近に飛行させて軍事演習を行うことにあり、空中給油機を随伴させた2機編隊単位での展開が行われた。これらのアメリカ軍戦闘機の編隊の中には、日本と中国との中間線を校舎側に越えて飛行したもののあり、東シナ海から西太平洋方面への軍事的圧力を高めている中国軍に対し、その行動を牽制する意味合いが感じられた。折しも、中国海軍は6月17日に3隻目となる航空母艦、福建を上海で進水させており、この収益には少なくともあと2から3年は必要とは見られているものの、軍事力によって海洋進出を強化する姿勢を打ち出したところだったためだ。アメリカ軍が世界の海に戦力を派遣する際には、大型の原子力航空母艦を中核とした空母打撃群を差し向けてその存在をアピールすることが多いが、今回の行動は戦闘機の部隊のみの展開も可能だと示す目的もあったのだろう。まあ、実際には空母打撃群を別の軍事演習に従事させていたというアメリカ海軍側の事情もあり、そうしたケースへの対処も踏まえて、アメリカ空軍がそれらをカバーする動きの一環として、今回の行動が取られたのかもしれない。いずれにせよ、今回岩国基地に臨時的に派遣されていたアメリカ空軍の F-22 ラプターと F-35 ライトニング 2A 型の合計30機は、7月21日には、すべて同基地を送らしたと報じられており、異例なステルス戦闘機の参集は終了している。日本での報道の多数は、今回の岩国基地へのアメリカ空軍のステルス戦闘機の一時的な派遣について、主として、近隣住民の生活に与える騒音の苦情が増加したこと、事前の土日の飛行を制限するはずの合意が、放具にされたこと等が報じられていた。確かに、近隣住民の方々のことを思えば、騒音は少ない方が好ましいのはその通りだろうが、ロシア・ウクライナ戦争を目の当たりにした、今の世界の現状に目を向ければ、日本の防衛力を鑑みても、アメリカ軍の戦力を軽視はできないはずだ。日本の航空自衛隊では、F-35 ライトニング 2A 型を105機、B 型を42機で、合計147機の調達を進めている最中ではあるが、2022年度まで、前者が55機で、後者が12機を予算上で確保できているに過ぎず、調達完了までには、もっと時間を要する。すでに単純な戦闘機の数では、到底中国軍に及ばない日本は、せめて、質的にそれらを凌駕すると、
おぼしき F-35 ライトニング2の戦力化に期待する以外に、方策は見当たらず、アメリカ軍のそれらの運用結果を参考にすることは必須だろう。さて、中国とアメリカの対立といえば、この2022年8月には、アメリカ議会のペロシ下院議長が台湾を訪問することが大きな争点となっており、ことに同職にある人物の訪台は、実に半世紀ぶりのこととして、日本でも大きく報じられている。このペロシ下院議長の訪台は、2022年4月にもともとは予定されていたが、その時は新型コロナウイルスの問題で実現せず、およそ4ヶ月のインターバルを経て、このほどついに行われることとなり、中国は激しい反発姿勢を続けている。もともと、ペロシ下院議長の所属する民主党は、対中政策に関しては、共和党よりも及び腰と評価され続けているだけに、今後の大統領選の中間選挙等の動向を睨み、ある程度の政治的に、対中強硬策を示す必要に迫られているようにも見える。今回ペロシ下院議長らの一団は、マレーシアからアメリカ軍の航空機を用いて、台湾の首都、台北に入ったものだが、去る7月末のバイデン大統領と、中国の習近平国家主席の電話による首脳会談でも、中国側は、語気を荒くして反発を見せていた。中国の外務省は、ペロシ下院議長らが、自分たちの精神を無視して台湾入りしたことを受け、中国の国家主権、及び領土保全の権利を侵害する行為だとする声明を発しており、自国のメンツが潰された形となったことを激しく非難している。その上で、今後中国が講じる各種の措置の結果は、アメリカ政府側と台湾の独立を主張する一派が負うべき責任となると、恫喝をしており、ここで言う中国側の措置に、軍事的な動きの数々が含まれていることを改めて強調した。中国の国営メディアである新華社通信等では、中国空軍の SU-35 戦闘機などが台湾海峡を飛行していると報じ、また、台湾のマスメディアでは、中国海軍の航空母艦、遼寧や山東が出港しているとする記事が報じられている。中国軍は、ペロシ下院議長が台湾に到着した8月2日の夜間から台湾周辺の空海域において軍事演習を開始しており、4日以後は最大で6カ所ものエリアで実弾を使用した軍事演習を行うものとみられ、威嚇行為は収まりそうもない。すでに中国軍は長距離のロケット砲や巡航ミサイルの実弾を用いた軍事演習を敢行しているとされ、かつて複数回繰り返された台湾海峡危機を超えるほどの軍事的な緊張状態が発生しているとみる声も一部では上がっている。こうした中国側の強硬な軍事的行動に対して、アメリカ側は海軍の外郭団体である米海軍協会が原子力航空母艦ロナルド・レーガンのフィリピン海への進出や強襲揚陸艦トリポリが沖縄近海に展開していると述べている。このようにアメリカ政府としては中国のように台湾に向けた軍事力の展開を公には表明していないが、ロイター通信でもロナルド・レーガンやアーレイバーク級駆逐艦ヒギンズ、タイコンデロガ級巡洋艦アンティータムの派遣が報じられている。中国の軍高官や指導者たちはマスメディア等を通じて、今回の軍事演習の目的がアメリカと台湾の行動に対する措置だと言ってはばからないが、ウクライナに対するロシア側の発言とあまりに似すぎていて視感さえ感じてしまう。ただし、ロシアは実際にウクライナへの軍事侵攻を行っているが、中国が台湾やアメリカに対して直接的な軍事行動に踏み切る公算は限りなく低く、これまで掲げてきた台湾は
自国の領土であるとする主張を繰り返しているに過ぎないだろう。また、こうした台湾有事の発生の可能性を指して、今のロシア・ウクライナ戦争になぞらえた場合、日本の立場は、ポーランドのようなものだと述べる向きも多いが、ポーランドは、少なくとも、多数の兵器をウクライナに供与している。その点を踏まえれば、日本は、台湾有事が発生したとしても、現行の枠組みの中で、台湾への兵器供与が可能だとは思われず、ロシアへの現実の危機感を募らせている、ポーランドに対しても、失礼な例えのように思えてならない。まず日本が取り組むべきは、明らかに自身が支持する側の国家に、兵器供与を含めた制限のない支援を行うことが可能な、施策や法体系の整備であり、その実現こそが、ロシア・ウクライナ戦争から、得るべき教訓ではないだろうか。